こんにちは、ゆんです。今日ははい、皆さん今年も早いことに終わっちゃうよ。本当に早い。皆さんにはね、たくさんお世話になりました。ありがとうございました。というわけで私思ったんですよ。いつもねこうやって動画を見てくれたり応援してくれるみんなに少しでもね恩返ししたいなって思って、今日はゆんチャンネル初めての試み、大切なみんなのためにプレゼント企画をしていこうと思います。いや今回ね本当に一個一個ねみんなのことを考えながら、男の子も女の子も喜んでもらえるんじゃないかっていうものばかりを用意しました。なのでね、年末とか年始でみんなお忙しいとは思いますが、最後までね動画を見てもらえると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。キャリコ、はい、ということで結構ねいろんなものを用意したんですけど、まず一つ目こちら、ルルルン、ゲームを売るならゲオで、おなじみのゲオでね、あれを買ってきちゃいました。ゲオといえばゲーム、ゲームといえば今これですよね。じゃじゃーん、ドーン、スイッチ、イエーイ。しかもね、新しく発売されたばかりの新色のグレーを用意しました。そしてなんとなんとスイッチ本体だけじゃ遊べないじゃないですか。だから私今ね流行りに流行っている、じゃじゃん、スマブラのカセットもセットで付けて皆さんにプレゼントしようと思います。イエーイ私もね発売日にすぐスマブラを買って遊んでるんですけど、画質がめちゃくちゃ綺麗になってるし、どんどんねキャラを自分で増やしていくのが楽しい。でなんか懐かしい気分になるよね、スマブラってね。はい、だからねみんなにもこの楽しさをね共有してもらいたいってことで、今回プレゼントをさせてもらおうかなと思います。ちなみにね、私のマネージャーのりほさんもねこのセット欲しいって言ってましたそんな言われたらねもう個人的に買ってあげたくなっちゃうよね。はい、じゃあまず一つ目がねこのセットでしょ。そして二つ目はこちら、じゃじゃーん、皆さんこれがなんだかわかりますか。手紙じゃないですよ、手紙じゃないよ。こちら中になんと、じゃじゃーん、ディズニーのペアチケットが入ってます。イエーイ。まあ年明けとかね結構ニューイヤーイベントとかやってると思うし、オープンチケットっていういつでも好きな日にね行けるワンデーパスポートを用意したので、まあカップルの方は彼氏さん彼女さんと一緒にだとか、友達と一緒に行ったりだとか、家族で行ってもいいし、まあ片思いしてる子はこれでね誘うチャンスを自分で作るのもよし、もうほんと使い方は自由なので、好きに夢の国でね楽しんでもらえたらなと思います。二つ目がディズニーチケット。このチケットをねこの小さい封筒に入れて、さらにねちょっと特別感出したくて、こういうギフト用のねディズニーのラッピング袋とかも買ったんで、これにね私が入れてラッピングして可愛くしてみんなの元にね届けようと思います。なんかねこの日が特別な日になればいいよね。はい、じゃあそして3つ目、こちら、じゃじゃーん、ゼラピケのポーチです。でね、ただのポーチじゃないですよ皆さん。今なんだポーチだけかよって思ったでしょう。そんなわけない、そんなわけない。ちょっと出しちゃうんですけど、こんな感じのハートのドット柄になっていて、結構中身ね大容量入るんですよ。こんな感じでねいっぱい入る。でこの私が選んだポーチの中身に何も入ってなかったらメイクもできないじゃないですか。というわけで中身にねユンが選ぶおすすめの愛用コスメフルメイク分をセットにしてプレゼントしようと思います。ちょっとまだね中身はこれから買いに行くんですけど、これがあるだけでね一式メイクができるようなメイクポーチをユンがカスタムするので、皆さん楽しみにしておいてください。まあメイクの福袋みたいな感覚でね縁起がいいものとして受け取ってもらえたら嬉しいです。はい、そして次4つ目はこちら、じゃじゃーん、はい、スヌーピーのねなんか黄色い袋が出てきましたけども、ただの袋じゃないですよ何回やるのこのくだり。あのね私もともとアパレルで働いてたこともあって、服が好きだし人をねコーディネートするのが好きなので、まあ、感謝の気持ちでねコーディネートさせてもらえたらなって思って、ユンが直接お店に行って一つ一つね全身コーデ分選んだお洋服をこの中に入れて皆さんの元にねプレゼントしたいなと思います。でまあ全身コーデって言っても今見てる男の子それって女の子だけなんじゃないのって思ったと思います。実はじゃじゃん、今回女の子用と男の子用のコーディネートをねそれぞれ選んでプレゼントしよう
と思っているので、皆さんよかったらね、男の子も応募してください。あのね、これからゆっくり時間をかけて選んでいくんですけど、もう今からめちゃくちゃ楽しみ。ちなみにテーマは女の子も男の子も全身モテコーデをね、選んで中に入れて届けたいなと思っています。はい、そして次、最後になります。最後はこちら、じゃじゃん。こちら年賀状5枚あるんですけど、まあね、来年もよろしくお願いしますっていう意味も込めて、このまだ書いてないんだけど、こちら裏にね、いついつ心を込めて、私ユンが直筆で手書きのメッセージと名前とかも添えて、みんなのお家に直接送りたいなって思っています。ちょっと頑張ってね、可愛くするので、こちらもね、受け取ってもらえたら嬉しいです。はい、ということで今回ね、私がみんなにプレゼントしたいものは以上なんですけど、まず応募条件としてね、私はいつもね、動画を見てくださっている皆さん、視聴者さんとかファンの方にね、感謝の意味を込めてプレゼントを用意したので、まず第一条件として、すでにチャンネル登録をしてくれている方限定でプレゼントさせていただこうと思います。結構ね、プレゼントの内容もファンの方向けだったかなっていうところもあるしね。うん、応募条件はそれだけ。そして応募方法なんですけど、こちらも簡単。概要欄にね、ユンのプレゼント企画応募フォームを作ってあるので、そちらから飛んでね、応募してもらえたら OK です。本当に2分3分あれば終わる簡単な入力をするだけのね、項目を作ったので、あんまりね、みんなの大事な時間をね、極力奪わずに応募できるんじゃないかなって思います。はい、そして応募期間なんですけど、動画が上がってる今日12月31日から1週間後1月7日までとさせていただきます。なのでね、皆さんお早めにご応募していただけたら嬉しいです。はい、ということで今日はね、初めてプレゼント企画というものを一人でね、してみたんですけど、もし好評だったら今後もね、こういうみんなに恩返しさせてもらう系の企画を増やしていきたいなと思っているので、この動画を機にね、知ってくださった方もチャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、じゃあ最後になりますが、本当に皆さん今年はたくさんたくさん応援してくれたり、本当にありがとうございました。来年もね、私ユンはもっともっとみんなに楽しんでもらえるような動画作りに励んでいくので、これからもね、応援よろしくお願いします。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ユンでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れーション、バイバーイ。涙の数だけ強くなれるよ。それでは皆さん、良いお年を。